えばこの鮮度感だと1週間後ぐらいにこんな味になってくんじゃないかなっていう、一つ一つの我々の思いっていうのが全部その食べる人にまで伝わると、常に品物に気持ちを乗せてお客さんに届けると。だってあそこなかったら商売ならないんだから。だから築地っていうのは本当に東京の台所でしょ、一番大きな台所。It's impossible for not to be inspired by market. Any cook will tell you that. 朝一番に背中寝て、胃の隠しちゃって、それをいかに変えるかが勝負なんです。世界で一番レベルが高いのは、この漁師のレベルと魚屋のレベルが高いから、我々はその魚を分けてもらっていい仕事ができるんです。確かにいいトマトを下ろしてきたやつを、まあ、今日みたいにこう、あ、こういう美味しさもあるんだと。いうのはもう常に勉強させてもらってます。じゃあこっちは寝かしてこっちは。これも素晴らしいけどね。マグロですか。4番バッターですね。本当にプロですから。その方たちになんか細かくね、この値段値の方がいいよとかってやっぱりよく言うと思うんですけど、参考にしないとやっぱり選ぶ。築地は人間を売ってるのよ、魚を売る前に。その人間に惚れて買いに行くのよ。これロサンゼルスから、わざわざ来た。世界一じゃないですね。世界唯一です。ベストワンっていうのは2位3位があるってことです。そう、オンリーワンですね。あれに匹敵するものは世界中の一軒もない。断言できます。